はい、すいすいプロジェクトのちんです。前回に引き続き今回もミライロクーポンに関する対談動画をお届けします。お相手は柿内社長と村上社長のお二人です。前回はミライロクーポンに対する覚えについて伺いましたが、今回はロイヤルフードサービス社長の村上さんが障害を持ったお客様に対してどんな思いを持っているのか、またそれをどのようにサービスとして実現しているのか、そのあたりについて当事者の立場からお話を伺ってきました。もう結論から言いますとね、村上社長の思いがあまりにも素晴らしすぎて、正直僕自身対談の中で涙ぐむ場面が何とかありました。っていうか泣いてました。はい、まあそれぐらいいろいろ考えてサービスを提供されてるんだなと感じています。で、今回はそのあたりを中心にお届けできればと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それではどうぞご覧ください。お料理について簡単にご紹介いただいてもいいですかね。今私の手元に来たのですね、非常に今人気のある、ね、アンガサーロインステーキを使った、はい、それが乗ったピラフなんですね。はい、こんな感じの、見えますか？おー、すごい、美味しそうですね。ピラフの上に、ステーキが乗ってますという。結構ボリューミーですね。非常にボリューミーです。で、このお皿もですね、そんなに鉄板じゃなくて熱くならない。はい、なるほど。美濃焼きの、特別なお皿をついて、使っています。なるほど。でも保温はちゃんと保ってると。あ、素晴らしいですね。このお料理のお皿の工夫っていうのは非常に障害のある方にとっても重要なポイントだと思いますが、中村さん、ぜひご意見を聞かせていただけますか。いや、本当に今のお話聞いてすごいなっていうふうに思いました。というのも僕、手にも麻痺があって、実は感覚がないんですね。厚さがわからないっていう状態なんですけど、以前、まあ、別のステーキ屋さんに行った時に、熱々の鉄板でステーキが出てきて、うちは熱々で提供できるのが自慢なんですって言われた時に、はいはい、あ、そうなんだって話を聞いてたんですけど、僕その時に自分の手を鉄板に当たってるのが気づかなかったんですよ。おー。気がついてパッと手見たら水ぶくれができてて、まだまだ、要は感覚がないから自分が火傷してるっていうのが分からなかったんですよ。もちろんその熱々の料理を出す上で鉄板っていうのはすごいありがたいんですけど、人によってはそれが逆に危険になるっていうことも知っていただけるとすごく嬉しいなというふうに思ってます。なるほど、 なるほど。村上さん、その美濃焼きでその保温性が高いお皿でっていうのはもう元からずっと御社では取り組まれてたんですか？これはもう 5,6 年になります、ね、そうですか、素晴らしい配慮ですね。ただ今おっしゃられたようなですね、ステーキ、鉄板で出してるステーキもありますし、うん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 、ハンバーグもあるんですね。我々も今お話を聞いてですね、初めてはそういった配慮がですね、必要だなというふうに思いました。うんうん、今言われたように、こう感覚がなくてですね、ずっと、はい、触れるものかってなってくると、はい、少しある程度の温度はあると思いますので、うん、そこを含めてですね、サービスする側の気遣いというか、お客さんとのコミュニケーションも、うんうん、すごく重要だなというふうに感じました。中村さん、何か他にお料理のないしはお皿であったり、こういった工夫があった方がいいんじゃないかっていうポイントはありますか？そうですね、工夫っていう点ではないんですけど、先ほどもお伝えしたのが手が不自由なので、定食のように細々としたお皿がたくさんあると、どうしても奥の方のものを取って手元に持ってくるっていうのが難しいんですね。はあはあはあ、なるほど。なのでそういった時に、例えば丼のように一つのお皿で完結しているような食べ物はすごく食べやすくて、なのでそういった点では、例えばワンプレートの料理なんかも、実は僕ら頸椎損傷の手の不自由な人にとってはすごく食べやすかったりします。うんうんうん、村上さん、そういったワンプレートであったりのものも、ロイヤルホストさんであったりでは提供されてますよね。はい、ワンプレートのものが、どちらかっていうと多い部分もありますね。そういうお召し上がりになっていただけるものもたくさんあろうかと思います。なるべく一つのプレートにこう乗るようなものだったりとかですね、いろいろお楽しみはいただけるように準備してますので大丈夫だと思います。ありがとうございます。
今は料理お皿のことについて伺いましたが、中村さん、飲食店自体で何か嬉しい対応だったり工夫してほしいっていうことはありますかね。これもすみません、ロイヤルさんではない別のお店に行った時の話なんですけどこれからめちゃくちゃ行きますもんね、中村さん、ロイヤルさんには。そうですね、毎週のように行くと思います僕はすでに天丼店は毎週のように行ってますけど、これからロイヤルホストも、ありがとうございます、はい、毎週1回行くようにします。もうヘビーローテーションですね、はい、でそのお店に行った時に、はい、店員の方がしゃがんでくださったんですよ。おお、なるほど。しゃがんで、僕、車椅子の僕と同じ目線の高さで、はい、で話をしてくれたんですね、うん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 、でその時にこちらもすごく声を届きやすいし、なんなら大きな声を出す必要がないので、はい、どちらかというと飛沫感染も気にならない状態でコミュニケーションを取れたっていうのがすごく嬉しかったんですよ。なるほど。どうしても車椅子だと浴びちゃうイメージありますもんね。そうですね、上から喋られるとやっぱりそっちの方が飛沫が気になるので、そういった点で同じ目線の高さで喋ってくれるっていうのはやはりすごく嬉しかったですね。なるほど、ロイヤルさんでは何か今回コロナ禍においてそういった注意していることであったり、これは障害者に限ったことではないと思いますが、どういった取り組みをされてますか。今お客様に対してですね、アクリル板である程度敷居を作ったりとかですね、はい、あと店内の空気はだいたい10分に1回入れ替わるような、感じとかですね、はい、あと、アルコールの消毒とかですね、定期的な拭き上げとかいうのは、当たり前の今状況になってますので、なるほど、そういう意味での、ご心配はないかなっていうところがありますですね。なるほど。今お話があったアルコールといえば、もう今やどの店舗の入り口でもアルコール消毒はありますけど、このあたりの不便さっていうのは車椅子ユーザー特有のものがあるかと思いますが、中村さん、お聞かせいただいてもいいですか。緊急事態宣言が出てどの店舗にもアルコール消毒のプッシュ型のものが置かれるようになって、最初はちょっと使いづらいなとか思いながらも、なんとか手でやってたんですけど、これは使えないなっていうのが唯一一つだけあって、それが足踏み式のアルコール消毒、はいはい、ありますね。で、おそらくやっぱ触るのが感染上良くないから、じゃあ足で踏んで出せるようにしようっていう、すごく論理的なもので、理にかなってるのは理にかなってますもんね。理にかなってるんですけど、なんだか車椅子ユーザーの僕らは置いてけぼりになってるなっていう印象がどこかで、僕車椅子の前輪で踏もうとしましたけど、それでもなんか倒れそうになって逆に無理でしたね。そうなんですよね、やっぱどう工夫してもあれ無理ですねなので、あの点はアルコール消毒したいのにできないなっていうのがやっぱり個人的にはすごく寂しかったですね。一応ロイヤルホスト等のアルコールの踏むは踏まなくて、手を差し伸べれば出るような、なるほど、自動で出るようになってるんですね。でも、冷静に考えると、その高さというのは、車椅子でお越しいただけるお客様が、そういうことで不便さを感じないかどうかはですね、もう一度ちょっとお店に行って見てみないといけないなというふうにも感じました。ありがとうございます。きっとね、今日は中村さんも車椅子ユーザーですし、私も車椅子ユーザーなので、きっと車椅子ユーザー視点が多くなってるんじゃないかなと。そうした中、視覚障害のある方、聴覚障害のある方、いろんな障害のある方いらっしゃいますから、ぜひこれからもロイヤルホストさんには、ロイヤルフードサービスさんには、障害のある方、皆がより足を運びやすくなるような、また来たいと思えるような、店舗作りぜひ進めていただけたらと思いますし、もし私たちの方で何かお力になれることがあれば、ぜひお声上げいただけたらなと思います。我々もですね、今途上だと思うんですね。今本当ここ数年で学び出したことなので、できたらですね、私からのお願いっていうのはですね、我々のお店に来られてもどこ行かれてもそうなんですが、仕方がないなとか諦められないでですね、そこでしっかりこうリクエストをしていただく、ありがたいですね。なるほど、そういうことがすごくこう、ね、コミュニケーションが取れて、我々も学ぶことがたくさんあると思うんですね。良かれと思ってしてることが全然良くなかったりとか、研修の中でも私学びましたし、やっぱりコミュニケーションというのはすごく大事だと思いますので、本当遠慮なさらずにお声を上げていただければですね、
その瞬間その時は無理かもしれませんが、少し時間が経つと少しずつ少しずつ改善されることはですね、あろうかと思いますので、ぜひその辺またよろしくお願いしたいなというふうに思います。今日ここまでのお話の中で、中村さん、何かロイヤルフードサービスさんの取り組みであったり姿勢、村上さんのお話を聞いてこんなことを感じたであったり、また個人としてこういったことを取り組んでいきたいみたいなことがあれば、お話お聞かせいただけますか。今回このお話をする時間を通じて何よりも感じたのが、こんなに僕ら車椅子ユーザーのこと、こんなに僕ら障害者のことをこんなに考えてくれてるんだっていうのが本当に嬉しくて、もう村上社長の話を聞くだけですごく涙が出てきそうな、そんな気持ちになりました。どうしても僕らがお店に行ってこういったことが大変だったっていうことを声に上げると、クレームのように扱われることもすごく多かったんですよね。でもそうではなく、きちんと一消費者の意見としてこうやって取り入れてくださる、その姿勢が何を僕は今日すごく嬉しかったです。なのでぜひ自分自身がこうやって動画で多くの方に届けるっていうことができてるので、今回このロイヤルさんのこういった姿勢をぜひ多くの方に知っていただきたいなっていうのが、まず僕の今の一番の感想です。ありがとうございます。私も本当に心強く思いました。私は車椅子に乗ってもう二十数年が経ちますが、やっぱりできたことよりもできないことの方が多かったなと。あれも諦めた、これも仕方ない、どうしても車椅子だから我慢しなければいけないということが多かった中、最近はできることが一つ二つと少しずつ少しずつ増えているように、そのように感じます。それはやっぱりロイヤルフードサービスさんはじめいろんな企業さんがいろんな方に目を向けてできることをやってくれているからなんだろうなと、そうしたことを感じました。ぜひ今後ロイヤルフードサービスさんをはじめとして、外食業界全体がより障害のある方々に対してできることはないかと、そうしたことを知っていただく、考えていただけたらいいなということを願います。じゃ村上さん、今日の対談を通して何か思ったこと、感じたことがあればお聞かせいただけますでしょうか。あ、そうですね、やはり今日本当いい機会を時間をいただけたなというふうに感じてます。特に中村さんのお話が非常に具体的でしたし、やはり我々が今考えているところと、より一歩、一歩も二歩も進めて考えていかなきゃいけないかなということも感じました。ありがとうございます。きっと今日この動画をご視聴いただいている方は中村さんのファンの方がたくさんいらっしゃると思うので、中村さんのファンの皆さんにはぜひロイヤルフードサービスの店舗に行っていただいて、これが良かった、これをもっとこうしてほしいというお声を寄せていただけるといいんじゃないかなと思います。で、本日はお二人と飲食店の障害者対応、また障害者割引についてお話をさせていただきました。また二人の熱い思いと、また学びあるお話をたくさん聞けて、とても貴重な時間となりました。本日はお忙しい中、お時間作っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。In the world.